なんか聞いたのは何回いきなり怖い女の人が映って、それでお前は1週間後に死ぬって、そういうのなんですけど。死んだ番組ってどこの曲とかあるんですか？私が聞いたのは伊豆の方の地獄とか。伊豆の方？うん。なんかさ、この間やばくないか？どうして？1週間以内に他の奴に見せれば助かるって言うんだろう。ああ、その話も取材しなきゃいけないんだよな。浅川さん連絡ついたのか？いや、警察からも電話あったぞ。ああ、安藤さん、あの浅川玲子さんいらっしゃいませんか？いや、 ちょっと今いないんですが。じゃあいい？はい。呪いのビデオってあるじゃない、最近結構噂されてる。うん。どんなビデオか聞いたことある？私が聞いたのは何回いきなり怖い女の人が映って、それでお前は1週間後に死ぬって、そういうのなんですけど。深夜番組見てたらいきなり映って、ちょっと。 浅川のことで何か知ってるんですか？ずっと連絡がつかないんです。高山隆二という人が死んだんです。高山？浅川さんの前の山田さん。 どうせ俺は子供を殺しかしな。あの井戸は生駒平八郎の敷地だった。30年前に売却され、その間に井戸が開けられた形跡はない。ずっと封印されたままだった。なら間違いない。これは貞子だ。しかし生駒の戸籍にも母親の戸籍にも貞子の名前はない。生駒はどうなった？亡くなりました。 売却して済む。生き残ったのは俺だけか。とにかくとっとと入れてくれ。燃え元でも何でも構わん。 それがそうもいかないんですよ。どうも妙な事件でしてね。遺体の発見者が一人は死んだそうです。もう一人は連絡がつかない。もう一つ、遺体の死亡時期なんですが、解剖の結果によると1、2年前なんです。なんだって？つまりずっと生きてたことになる。 井戸の中で30年も。
度警察の方も見えたんですがね、ずっとお留守だってことで。で、中には入ったんですか？いえ、その時は別に。ビデオのこと聞いて。ただの暇ネタの取材だよ。子持ちの女にはまともな仕事が来ないって。そうか、子供か。学校に当たれば。今留守なんですか？警察の者なんですが、浅川玲子さんのお父さんが今朝遺体で見つかりまして。あの、門倉さん。あ、こちらです。係長。はい。静岡県警の大牟田と申します。ああ、どうも。そういうところ。それで娘とは連絡ついたんですか？いや、さっぱり。そちらの遺体の身元は？いえ、復元に回しました。復元？顔の復元ができ次第付近一帯の聞き込みを始めるつもりです。第一発見者なんですがね。あなたも見ますか？普通の死に方じゃありませんよ。なんかダビングしてたんですか？
ええ。これと関係あるのかどうか。ダメだった。もう10日以上も欠席してる。どうしたの？ええ。浅川さんを探すのには何か訳があるの？高山先生に何があったのか知りたいんです。僕ももう少し調べてみるから。何か分かったら連絡するよ。じゃあ。はい。夜分遅くすいません。警察の者ですが、高山隆二さんのことでちょっと。第一発見者の高野舞さんですね。はい。よろしいですか。どうぞ。そういえば高山さん、数学の先生でしたね。あなたは？私は助手です。なるほど。高田さん、山村貞子という名前ご存知ありませんか？いいえ。山村静子は貞子の母親です。いいえ。生間平八郎？いいえ。高山隆二と浅川玲子は何かを調べていた。そうですね。私には分かりません。そうですか。今日浅川玲子の父親が遺体で見つかりました。高山さんと同じ死に方でしたよ。どういう意味か分かりますよね。二人は井戸の底で遺体を見つけた。まだ身元は分かりませんが、死んだのは 1,2 年前です。だが井戸は30年も前からコンクリートで塞がれていた。信じられますか？真っ暗な井戸の中で30年。遺体の両手には爪がありませんでした。全部井戸の壁から見つかりましたよ。多分何度も這い上がろうとして。帰ってください！わかりました。浅川玲子さんの居場所について何かわかりましたら連絡ください。すいませんでした。どうも普通じゃないんでね。ビデオって何のことです？いえ。
違うな。先生近くなんですか？うん、部屋で考えるよりここの方が集中できるんだ。はい、また。じゃあ、さっきの続きからね。3秒前。録画してて何が入ってるか分からなくなっちゃったテープってあるじゃん。愛の整理してたら変なやつが入ってて。どうしてそれだって分かるの？見れば分かるって。誰か見た人がいるの？持ってる子いるよ。やっぱり怖いから友達同士で回してるみたいだけど、お互いに見せ合って。君も見たの？そのビデオ手に入れられるかな？いいよ。あ、ちょっと話つけといて。多分浅川さんはこの4人を追ってたんだ。この日から1週間後に4人とも死んでる。同じ時間に。嘘みたいだろ。この智子って子が浅川さんの姪だった。死んだ時一緒にいた子がいる。倉橋まさみか。その人はどうなったんです？入院してる。口が聞けないらしい。君の大学の病院だよ。倉橋さん。どう？気分は。ねえ、たまにはベランダに出てみない？外の空気吸った方がいいって先生も言ってるし。まだテレビが怖い？大丈夫よ。ついたてで見えないようにしてあげるからね。患者のプライバシーに関することはお答えできませんので、先生の研究の範囲内でお願いします。はい。先生いらっしゃいました。あ、どうも、川尻です。どうぞ。うちのカルタはよそとちょっと違いましてね、写真が貼ってあるんですよ。なぜだと思います？逃げた時のためですか？そう、その通り。一般に
症状が進行した患者は家族でも驚くから印象が変わりますからね。入院の際には必ず写真を撮るようにしてるんです。ところがこの患者を撮った時、いつもこのカメラ使うんですけど、妙なものが映ったんですよ。念写というんですがね、人間が念じただけでフィルムに感光現象が起きる、そういう事例は過去にもあるんです。じゃあこの写真も。試しにフィルムだけを渡してみたんですが、これなんかはっきり文字が浮かんでるでしょ。変な医者だと思うかもしれないけど、おかげで大学でもすっかり浮いた存在ですよ。高山隆二という人。驚いたな。僕の唯一の理解者だよ。彼は数学に進む前に医学部に在籍していてね。亡くなったことも。惜しい男だった。葬式にも来なかったくせに。これなら見えないでしょ。急がなくていいのよ。ゆっくり、ゆっくりね。どうしたの？気分でも悪いの？倉橋さん。
早く保護室に。はい。あの患者、初めて喋ったそうだ。浅川さんの取材、岡崎さんが続けてるんですか？そうだよ。やめた方がいいです。どうして？やめた方が。あの患者から何か聞いたのか？ちょっと、すみません。誰にも言わない方がいい。そんな力何の役にも立たない。陽一、あなたが陽一くん。お家はどこなの？喋れないの？そこにいなさい。風景でしょ。どうぞ。
ですって。まさみさんという人を覚えていますか？智子さんが亡くなった時に一緒にいた。ええ、その子が病院のテレビに近づいたら変なものが映ったんです。何が映ったの？井戸です。ほんの一瞬ですけど、それだけ。やっぱり浅川さんも見たんですね。大丈夫よ、それだけなら。でも二度と見ない方がいいわ。まさみさんも口が聞けなかったんです。何が言いたいの？このままじゃ八内くんが。じゃあどうしたらいいの？病院に閉じ込めるの？あなたには関係ないでしょ。ごめんなさい。帰って。時々会いに来てもいいですか、陽一君に。分からなくなっちゃったテープってあるじゃん。愛の整理してたら変なやつが入ってた。どうしてそれだって分かる？見れば分かる。誰か。これ。ああ、手に入ったんだ。2枚だっけ？見ちゃったんだ、ゆうべ。え？岡崎さん、見てくれるでしょ？それは見るよ。見なかったら意味ないじゃん。約束してくれる？見るって。人を信用しろよ。お金。絶対だよ。もう一個行くよ。はい。ダメだ。はい。へえ。もうそんなの勉強してるんだ。ねえ、どうしてこの間駅にいたの？叱られたの？誰かいるの？洗ってなさい。
陽一が喋らないのは私を責めてるせいだと思ってたの、心の奥で。そんな、父の家から帰った時テレビが一人でについたの。陽一が近づいたら川尻っていう人に相談してみてくれない？あの子がもしそうだとしたら。浅川玲子と会ったそうですね。僕が呼んだわけじゃない。岡崎という AD から患者のこと聞きましてね。彼もそろそろ来るだろう。じゃあちょっとした実験をやる。うまくいけば子供の治療にも役立つ。どうぞ。こちらです。何を始めるんです？普通の水道水だ。浸透率は 、こんなもんだろう。さっきと同じだよ。水に向かって念じてごらん。いいだろう。水の性質が変化した。彼女からこの水へ何らかのエネルギーが移動したんだ。フィルムの観光現象も同じ理屈で説明できる。全てはエネルギーの移動なんだ。移動を繰り返せば一方はやがてゼロになる。必ず。今からやるのはその実験だ。どうぞ。ビデオに念写を。そうだよ、君も見たんだろ。やめてください。あの井戸の映像は。井戸、みんなあれを見て死んだんです。だが君はピンピンしてる。あ、林くん。あ、岡崎くん。新品のテープだ。デッキにセットしてくれないか。まさみさん、この実験は危険なの。みんなが見たら早くテープを。仮にそんなビデオがあったとしても、人を殺すのはビデオじゃない、恐怖だ。この理論が実証されれば恐怖のエネルギーが消える。恐怖の解放だよ。見たくなければ出てってくれ。いえ。始めよう。フィルムの時と同じだ。リラックスしてカメラを見つめるんだ。
何の音だ。何べんも電話あったぞ。今日で1週間だとかなんとかってこの間の子だろ。ああ電話しとくよ。お疲れ。お疲れ。もしもし、かなえさん？はい。岡崎だけど、ビデオ見たよ。よかった。私どうしようかと思って。信じてないな人。だってもうすぐ見た時間なんだよ。あのさ、ん？変な女が映ってたろ。もしもし。うん、その女なんかさ、鏡に一瞬子供みたいに映らなかった？あと最後に井戸が映って。ビデオはどうした？捨てた。なんかやっぱりもう見せない方がいい。そんなこと言ったって止められないよ。岡崎さんだって誰かに見せるんでしょ。誰かに見せなきゃダメだよ。やだよ、岡崎さん死んじゃう。分かってるよ。じゃあ。ああ、一応写真ありますから。もういい。
鏡に映った女だよ。熊平八郎という博士がやった公開事件だ。その事件のせいで博士は学会を追われた。静子、人が殺せるのか。生駒博士は観念は生物なりって言ったんだ。人間の思念は一つのエネルギーであり実体化しうる。つまりビデオにも井戸の中で30年も30年分の思念がこもっている。怨霊だ。私たちはもう見たんです。ビデオを見たから死んだのか。高山も浅川の父親も。なぜ父親まで。子供が見たんだな。浅川の子供も。おそらくあの患者と同じだ。だとしたらほっとくわけいかない。浅川どこにいるんだ。呼んだ。はい。型通りの取り調べですからあまり緊張しないでくださいね。あ、そうだ、ちょっと待ってくださいね。
助かったんじゃなかったのか。お前が抱いているのはもう陽一じゃない。なんで消えないんだ。獣にしたのはこの俺だ。麦に返してほしいのか。そうなのか。あの噂はどこから来たの。みんなが不安に思ったことが噂になる。あるいはそうなってほしいって期待かな。先生、
どうしたの？行こう。知りませんか？山村さんはあの辺多いけどね。静子さんという人がいた家なんですけれど。あ、あの家ね。こんにちは。こちらです。ごめん、起こしちゃった。ううん。ねえ、私と約束してくれない？何？たとえ誰がやってきてもあんなことは二度としないで。あれはとても怖いことよ。ね。お姉さんは僕の味方？そうよ、もちろん。うん。
貞子なら海に流したよ。俺にしてやれるのはそれくらいしかない。そういえば静子も同じこと言ってた。あいつはたった一人で貞子を産んだんだ。腹をへこませて帰ってきて海へ流したって。だが次の日には抱いて帰ってきた。あの音は貞子の生まれた場所だ。愛の河原といってな、潮が満ちれば都合の悪いもんは全部海に持ってってくれる。貞子の父親は ください。はい。こちらに高野舞さんという方はお泊まりですか？いいえ。とにかく部屋は空いてますよね。ちょっと。もう死んだのよ。あなたはもう死んだの。
夕べ見た夢のことは覚えてる？じゃあお母さんのこと考えて。いいよ。あの子を支配しているのは怒りの念だ。おそらくその怒りが貞子を呼ぶ。本人にも制御できない。今日中に実験機材が届く。貞子のエネルギーを消す実験だ。幽霊なんかいない。あの世も。高山は批判的だったが、あの子を使ったら体力が。じゃあどうする？警察が来たら何が起こる？あの子はエネルギーを導く、いわば最適の霊媒だ。私がやります。君にも高山と同じ力があるのか？ええ。だからといってあの子以上の霊媒になれるとは限らない。私がビデオを見れば。わかった。あとは水だ。水？海水では浸透率が落ちる。貞子の怨念を受け入れる大量の真水が必要だ。このシステムでこの子が発し、君が導いたエネルギーを水に溶解する。貞子はそれで消える。じゃあそれぞれ座って。お姉さんは味方よ。ね。始めよう。目を閉じて。君が見たものを思い出すんだ。君は何を見た？
急いぞ、村長さん。大丈夫？せばいいんだよ。もういいよ、もういい。
を俺に送れ。送るんだ。送れ。さんは私まだ少し怖いかな。結局岡崎どうしたんだ。当分入院だってよ。入院？おい、鍵は？鍵？ああ、これじゃないか。岡崎さん、カルテ用の写真撮りますから、こっち向いてください。
ほら、岡崎さん、ちゃんと前向いて。はい。はい、どうも。Ha ha ha!